はいえー、と次にですね、セクション4.2.2で知っておくと便利なコースっていうのがありますので、ちょっとだけ触れておきます。えっ、ー、と、一応ですね、数学では、その、関と対という,こう対象がありまして、で、一応、 あの間というのがですね、まああの、足し算ですとか、それから掛け算が定義されたあの集合ということであの、よく使われて、数学ではよく使われております。まあ、皆さんはあまりまだ馴染みがないかもしれませんけれども、例えば代表的なものではあの整数間ですね、整数の集合、まあ、Z と書きます。それから先ほど、まあ、出てきました一変数多項式の集合も、これ間の整数み満たすの多項式間というふうに呼ばれます。でまたそれに加えてあの、対というのもありまして、対は、 この間にですね、割り算を加えた、四則演算が定義された集合のことを言います。代表的なものでは、我々が皆さんもよく知っていると思うのは、有理数の集合ですね、有理数全体の集合、これ、数学では9と書きますけれども、それからあと、実数体ですね、有理数全体と、あと無理数全体からなる実数の集合ですね、R というのもあります。 あと,、えー、と、多項式を拡張するとですね、多項式分の多項式という形のものを有理式っていうんですけども、この有理式全体も実は体の,の構造を持ちます。まあ、あのここは単にお話ですので、あそういうもんかぐらいで結構です。でそれで一応教科書では、あのその多項式間の性質を用いたファンデルモンドの,表あの行列式の,あの別証明っていうのがあの紹介されております。 もともと、まあ、はこの定理3.21っていうところでこのファンデルモンドの行列式っていうのをあの行列式を直接計算して証明しているんですけれども、えー、ただあの多項式の間でですねその、まあ、どのような因子で割り切れるかっていうのを観察することであの証明することも可能です。 で実はあのこれはですね僕の専門としている計算機台数でもよく用いられる証明の流儀であのここの証明の仕方っていうのは実は個人的にはあの推しの証明なんですけれどもだからすごく皆さんには紹介したいんですがただまあ時間がないとで,ですねやはり皆さんにはあの行列式をちゃんと理解してもらうこというのは先なのであの今回は涙を飲んで通過することにします。ですのでまあ,あのもし個人的に興味がある人はちょっと勉強をしてみてください。 あと一応皆さんに知っていただきたいのは数学ってあの一つの定理があってもそこにたどる道筋といろんな道筋があるんですね。あのこのファンデル・モンドの行列式みたいにその行列式でガリガリ証明あの計算するかあるいは多項式の性質を使ってスマートに証明するとかいろいろやり方があります。 ですから、結構自分の好みのものもを選びたまるんですすよね。ですので、のこんな証明難しいからこっちの証明でいいやとかっていうふうにあのあのよく選んだりすることがあるんですけれどもですので皆さんもあの数学勉強する時には決してこの道でいかなければならないということはあのそんなにないですからあの皆さんに合った道をいろいろ選んでみるということをお勧めしたいと思います。